誰も知らない歴史。歌人の与謝野晶子は、夫の与謝野鉄幹との結婚式の前日に鉄幹の元妻と対面しました。元妻は晶子に、あなたは私の夫を奪ったのですから、私の子供たちの面倒を見てくださいと言って3人の子供を置いて去りました。晶子は驚きましたが、子供たちを引き取って育てることを決めました。また与謝野晶子は1923年の関東大震災で自宅を焼失しましたが、その際に救い出したのは自分の歌集や年功ではなく、夫の鉄幹が愛用していた懐具でした。晶子は鉄幹のことを私の生きる理由と言っており、夫婦仲は非常に良かったと言われています。私は晶子と鉄幹はいわゆるツインレイだと思います。